皆さんこんにちは、ゆいです。 Hi guys, it's Yui。 本日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、一人なんですけど、なんで動画を撮っているかと言いますと、まあ知っている方もいるかと思うんですけど、私今中期に入りまして、妊娠初期だったことが終わったので、私の妊娠初期がどんな感じだったのかっていうのを皆さんに共有できたらと思いまして動画を撮っております。もし興味がある方は見ていってください。 So let's get started。 まずですね、妊娠初期っていうのは、妊娠1ヶ月目から4ヶ月目のことを妊娠初期って言うみたいです。英語だと first trimester、 first, second, and third であって、日本語だと初期、中期、後期みたいな感じ、一緒ですね。アメリカカウントだと妊娠9ヶ月なんで、ちょっとそこはずれるかなと思うんですけど、まあ、日本の妊娠初期の1週から15週まで私がどんな感じだったのかをお話しできたらと思います。私が妊娠発覚したのが、妊娠ちょうど4週くらいの時に、体外受精の結果を聞きに行って、その時に、今日妊娠4週0日ですよみたいな感じで言われました。で、その次の週に赤ちゃん見れる、あの小さいけど見れるので病院に来てくださいって言われて、妊娠5週3日で、すごいちっちゃい赤ちゃんの、姿をエコーで確認しました。座りが始まったのがちょうど妊娠7週頃からもう始まってて、結構早いかと思うんですけど、私結構多分座りがひどい方で、まあ今中期に入ってやっと落ち着いたんですけど、2週間ぐらい前までは頻繁に、まあ、ゲロゲロ吐いちゃったりっていうことがあって、妊娠10週から16週ぐらいまではほぼ毎日夕飯後は、全部戻しちゃう状態が続いて、結構しんどかったんですけど、なんで体重16週までに、妊娠前よりも3キロ落ちちゃいました。で、妊娠初期の私のムードというかテンションは、かなり体調はかなり悪かったんですけど、テンションはかなり高かったです。多分妊娠できて嬉しい、ハッピーっていう、多分それが強くて、もう何でも大丈夫だし、もう幸せみたいな気持ちが大きかったと思うんですけど、なんで、まあ、ジャクソンもユイは今までにないくらいすぐ嬉しそうにしてるみたいな感じで言ってくれてすごい毎日幸せな気持ちがいっぱいって感じで過ごしてました。ただ、テンションは高いんですけど、それプラス妊娠初期はほとんどずっと体温もめちゃめちゃ高くて 37.4 とか、もう本当コロナで引っかかるギリギリの頃で、もうずっとうろうろしてて、なんでちょっと、ね、微熱がずっと続いてるような状態が続いてたんで、かなり頭痛ですね、頭痛がずっとあったり、まあ暑くてしんどく、ほてってしんどかったりっていうのはありました。で、私が妊娠中に、好きだったものその1は、これは本当に、ま、ほぼ毎日食べてました。卵豆腐なぜか卵豆腐がすごく食べたいというよりも、卵豆腐しかあんまり食べたくないみたいな状態になって、朝ごはんは絶対卵豆腐で、もう昼も卵豆腐とか卵豆腐いっぱい食べるけど、卵豆腐以外は食べる気なんないみたいな感じになってた時もありました。でも、もう何でもいいから口にしなきゃみたいな状態になってたんで、本当は偏って良くないですけど、卵豆腐をいっぱい食べてましたね。あとはウィダーインゼリーも、ビタミンのやつかな、なんか妊婦さんが飲んでもいいやつを飲んでました。やっぱり一番は卵豆腐ね、茶碗蒸しとかも食べてました。ついくてほてってるから、卵豆腐も茶碗蒸しもそのまま冷たいまま食べてました。無言でもぐもぐ。座りひどくてちょっと食べる気になんない方、もしいたら卵豆腐試してみてください。で、あとは今まで妊娠するまで私全然ジュースとか
炭酸とかあんま好きじゃなかったんですけど、妊娠してからこういうジュース、紙のジュースとかコストコで箱買いしたんですけど、果物のジュースがとにかく飲みたくて、毎日2本ぐらいは飲んでたかな。で、今も結構まだ好きで飲んでます。味はオレンジとかグレープフルーツとか柑橘系が一番飲みたくなる。初期はなんかとにかくフラフラしてて、スーパーに買い物とか行っても10分の帰り道でも5分歩いて途中で止まってジュース飲んでっていう風にして、栄養を取り入れて倒れないように、夏っていうのもあったし、休憩してジュース飲んでっていうことがよくありました。あと食べ物系で言うと、パン、菓子パンとか、何でも本当にフランスパンとか、今まで完全なご飯派だったんですけど、妊娠してからなぜかパン派になりました。なんかジャクソンの子供を子供が体の中にいるから、ちょっとそっち側に引っ張られてんのかなっていう。今はなんかパン系、サンドイッチ、ハンバーガーとかピザとか、そういう方が欲しい、食べたいっていうクレービングですね、になります。フレンチトーストとかね。で、あとは食べ物以外の役に立ったグッズをちょっと紹介したいと思います。まずね、一番私が買ってよかったなと思ったのはこれです。エンジェルサウンズっていう機械なんですけど、前ちょっと動画でも話したかと思うんですけど、これでこう後ろ側がこんな感じになってて、これをお腹にこう当てて赤ちゃんの心音が聞ける機械になってます。なんで胎動感じれない時とかも、本当にちっちゃい、妊娠いつから聞いてたかな、もう多分10週前とかからこれ買って、赤ちゃん元気かなみたいな、生きてるかなみたいな感じで安心するためによく聞いてました。これはね、Amazon とかでも多分買えると思うんで、私はこういうなんかスピーカーにくっつけて、でみんなでその場にいる人みんな聞けるように、別に聞きたいかわかんないんですけど、聞けるようにして聞いてます。今でもたまになんか態度少ない日とかでも聞けるので、かなりこれはなんかこう赤ちゃんとつながってる気分にもなれるし、買って本当に良かったなと思います。これすごいおすすめです。夏だったんで薄着になっちゃうんですけど、やっぱお腹だけは冷やさないようにっていうことで、こういう腹巻きをかなりずっとしてました。これはお母さんが買ってきてくれたんですけど、ジェラピケのスムージーの生地かな。このスムージーの生地がめちゃめちゃ良くて、夏でもなんかあったかいけど冷たいみたいな感じの生地で、これ私気に入って、上着も、まあこれお母さんなんですけど、上着もスムージーの生地のやつと、腹巻き付きのズボンみたいなやつも買いました。このズボンはすごい気に入ってて、もう2日に1回くらい履いてるんですけど、売り切れみたいで普通にはもう買えないみたいで、私はメルカリで買ったんですけど、もしいいズボン探してる方がいたら、ジェラピケのスムージーの生地の腹巻きパンツはかなり今重宝してます。で、あとはとにかくホテルことが多かったんで、柔らかアイスピローみたいなやつも毎日結構使ってました。この首のとことかを冷やしたり、こう熱くてあーってなった時はもう顔の上にのっけたりして、まあ私は妊娠初期までは不妊治療専門のお医者さんに通ったんですけど、中途中期で不妊治療の病院は卒業で、16週のアポイントメントから、ね、私が赤ちゃんを産む病院産婦人科さんの方に移りました。あとこれは英語なんだけど、この YouTube にある Today's Parents っていうアカウント、毎週何が起こってるかっていうのをなんかアニメみたいな感じで説明してくれるビデオがあって、それがかなり面白くて、ジャクソンとかになんか私今こういうことなんだよって説明する時もなんかすごく分かりやすいし面白い感じのビデオが面白くて、毎週ちょっとずつ見るようにしてます。こちらに載せておきます。
私の妊娠初期はこんな感じで過ごしておりました。まあ、特に普通の妊娠初期かなっていう感じで、まあ、つわりは結構重い方だったけど、でもそれも妊娠できたこの喜びでも全く全然気にならないみたいな、あ、妊娠はいみたいな感じになってたんで、そんな楽しい妊娠初期を過ごさせていただきました。で、今中期に入ってるので、中期のアップデートも中期が終わった時に共有させていただきたいと思います。そしたらちょっとジャクソンにも私の妊娠初期がどうだったかインタビューをしてみたいと思うので、インタビューしていきたいと思います。はい、ジャック。はい、I am interviewing you about what? About my first trimester. Do you have any thoughts? The first thing that pops into my mind is just happiness.You just were smiling ear to ear, like all the time, especially when you were using, what's that thing you got, the angel sound? Especially when you're using the angel sound to listen to the baby's heartbeat. Just seeing your face made me so happy. And that reminds me of another part. You had really bad morning sickness, huh? Yep.At first, when I heard you, I was like all worried about you, and I was like trying to be there to support you. But even though you were throwing up constantly, you'd just come out of the bathroom. Just so happy to finally be pregnant and having these symptoms that definitely were proving it to you. After a while, the throwing up became so frequent that I just became completely numb to it. Just like, Yui, shut the door so I can't hear you! Instead of, oh, how can I help you? How can I help you? But you were pretty much a trooper about it. Even though you felt pretty miserable sometimes, you did your very best to stay happy and, I don't know, it didn't actually seem too hard for you. All in all, it hasn't been too bad. It's been a pretty...pleasant experience from my side, at least. As long as I can get used to listening to you throw up, that was probably the hardest part. Alright, Mr. Jackson, nice talking with you. I look forward to talking with you on the second trimester update. Sounds good. You're such a good interviewer, so professional. それでは本日もご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。 もしこの動画がいいと思った方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。バイ。